外観がもうラーメン出しそうな雰囲気する。なんかあそこに見えますね、木の集合住宅みたいな。結構ね、海海面と近いんですよね。あ、ここまで。あ、めちゃくちゃ綺麗だった。これ海なん？海ですね。12時でロシア兵の墓があったりして有名なんです。西郷隆盛から意味があるんですけど、ないですよね。あまり西郷隆盛とは関係ないと思いますけど、あの隠岐出身で西郷隆盛と。まず隠岐の島のサザエ村に行きましょう。廃道に行きます。僕が今までトンネルいろいろ見てきた中ではかなり古いやつですね。このうわやばのね、墓があります。まあ、日露戦争の時に。これつな、本物だ。一匹丸々入ってるんですよ。あ、そうなんですか。うん。沖ノ島2日目、雨なりの遊び方もできたかなと思います。よどうぞ。
ってみます？おらんかな。まだ。なんかこう晴れた時の景色全然違いますね。水綺麗ですよね、海の。綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。うわ、癒しだわ。あと空気がすごい透き通ってますね。これ火山の石ですね、これ。そのトンネルはダメなんですけど、その横しから行けるっていう情報を。トンネルはやっぱ落石の危険性があるので。
こんな感じですね。看板のところらへんにあの多分蜂がいました。あの位置的に近くに蜂の巣あるかもしれないですね。なんか匂いが、白島海岸っていう場所です。で、展望台がね、目の前にあります。まあ、あの先、ずっとだいぶ先ですけど、ロシアがあるっていうことですね。昔隠岐の国に流されていた小野高村は流れの天台石山の岩や島の姿に心を奪われ、この美しい雲遥かな景色に都のことが忍ばれる。リップも買ってきますか。お土産ですか。ああそうですね。もう最後の締めですね、これ。あ、ちょっとだいぶ今、はい、トイレ行ってるんで、ちょっと時間かかるかもしれないです。あ、一人。特ちゃんぽん麺、チャーシュー麺、ラーメン、わかめラーメン。チャンポンも880円。うまい。どうでした。どうでしたね。このなんかお店の人の名前がアジタルっていう名前らしい。あ、そうなの。さっき名前見たら、お前アジタロだ。アジタロって。へえ。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画は